マイケル・ブランコは18歳の頃からプロのミュージシャンとして活動を始め、現在キューバで最も人気のあるティンバーバンドの一つである、マイケル・ブランコ・イス・サルサ・マジョールのリーダーである。キューバの首都ハバナ生まれ、1981年1月21日、キューバのハバナで生まれる。家族がミュージシャンというバックグラウンドではないが、音楽的才能がある子供であったため、 両親は12歳の頃に夜間の学校でパーカッションを学ばせた。15歳の時に自分のグループを結成し、いくつもの賞を獲得。アマチュアミュージシャンの活動において大きな成功を得る。18歳の時にマイケルにとっては初めてのプロバンドシュプリームローを結成。スペインのエンビーレコーズと契約を交わし、2枚の CD アルバム、セテ、オルビドキエニエレスト、 ヤーイガロン・ロース・キューバノスを発表した。その後、レコードプロデューサーとして10以上の CD を制作し、パーカッショニストとしては40以上の CD に参加。2004年10月、現在のバンドである、サルサ・メイヤーをデビューさせた。キューバ音楽のルーツを守りながらも、最新の音を入れながら、若い層に、新鮮なイメージを与えている。ケティエネ・ネケテムエベ収録曲。 ケノウメキーテンライフ E 収録曲、セランドフィラズ DVD、CD 収録曲、エイトーダ・マッキナ CD 収録曲、ソイ・ロクテハラ CD 収録曲、アンダ・ワイペガテ CD 収録曲、リコヘ・ワイペテライブ CD 収録曲。ありがとうございます。